はい、こちらの動画ではですね、またちょっと、まあ、今日の出来事でですね、ちょっと思い出したことがありまして、中島みゆきさんのですね、まあ、リトル東京ですね。で、まあ、そこではですね、まあ、一つのテーマというか、まあ、表されたことがですね、まあ、生命には限りがあるということだと思うんですね。まあ、生きている側と、まあ、亡くなっている側が、まあ、表裏一体であるけれども、まあ、それと同時に、まあ、その生きている側、生の側がですね、まあ、限りがあるというかですね、そういう部分があると思います。で、まあ、またですね、まあ、それとともにですね、まあ、その、まあ、表裏一体といいますかですね、その、生の側と生ではない側があって、そうではない側からも、まあ、それが見えると言いますかです。それはですね、まあ、二分の二というですね、夜会の演目でもですね、まあ、そのような部分が見られたんですけれども、またリトル東京でもですね、そういう、部分がこう見えたかなというふうに思いますね。で、その、まあ、生の部分をですね、こう、まあ、限りあるものをですね、まあ、なんと言ったらいいか、まあ、楽しく生きるというか、まあ、生き生きと生きるというかですね、こう、まあ、そこをですね、まあ、生き生きと生きるというかですね、まあ、そういう部分をですね、まあ、描き出しているような気がします。まあ、リトル東京につきましてはですね、また、再演もあるでしょうしですね、またこれからですね、語っていけたらと思います。こちらの動画は以上です。失礼します。